はい、どうもねです。さあ、今日もポケモンカード開封やっていきましょうということで、本日はこちらですね。秋葉原の一休さんで1万円のオリジナルパックを2パック購入をさせていただきました。当たり枠こんな感じになっていて、シャイニースター V のマリーであったりとか、連撃ウラオス VMAX のスペシャルアート、その他にもですね、ソルガレオアンドルナーラ GX のスペシャルアートであったりとか、貝だったりとか、いろいろ当たり枠がまあ強めに入っているというところと、全60口というところで、ラストワンにエリカのおもてなしという形になっておりました。まだね、いっぱい口数残っていたので、買い占めはしなかったんですけれども、今回2つ買わせていただきまして、開けていきたいなというふうに思っておりますが、今回ですね、友達と一緒に買いに行かせていただいたんですけれども、実はその友人もですね、2口買いまして、横で開封したところ、なんとですね、連撃ウラオス VMAX の、スペシャルアートと、回収ネットの UR を引いていたということで、あの横でですね、神引きを披露されまして、これはちょっとまずいぞと思って、まあ、今回に挑んでいる次第でございます。なのでね、頑張って、僕もね、当たり枠抜いていきたいなというふうには思っているんですけれども、ただね、ちょっとこれ実はですね、この連撃ウラオス VMAX なんですが、ちょっと開封して家帰って状態見たところ、ちょっとね、あの裏面がかなりね、あの状態が良くなかったというようなところがありまして、まあ、本人もツイートをしていたんですけれども、まあね、果たして、まあ、当たり枠に載っている、連撃ウラオス VMAX のスペシャルアートがこれだったのか、それとも備品のものが入っていて、それとは別に傷ありのものが封入されていたのか、ちょっとわからないですけれども、まあ、そういった形になっておりましたんで、まあ、であればね、なおのこと、いい引きをしておきたいなというふうには思っているわけでございます。のね、まあ、外れでもね、お店の販売額、まあ、3000円、超えるようにみたいな形で書いてありましたので、まあね、ちょっと安心しながら開けられるかなと思いつつ、何かしらね、当たり枠抜いていきたいかなというふうに思っておりますので、本日もよろしくお願いいたします。ということで、やっていきましょう。はい、ということでね、今回2口ありますんで、1つずつ開けていきたいと思います。まず一口目というところなんですけれども、まあ1万円っていうことなんでね、まあやっぱり、最低限どちらかで買いとかね、まあ引ければかなり安心できるかなといったところなんですけれども、両方下枠だとね、ちょっと下枠がどれぐらいかっていうところにもよるかなと思っております。行きましょう。まず一つ目。あ、何枚かのセットになってますね。何枚セットだろう。5枚ぐらいのセットになってるのかな。よいしょ。ほい。ほう。輝くカメックスですね。なるほど。もしかしてこれ、こういう安めなカード組み合わせてるパターンある？はい。なるほどね。そういうことか。輝く EV、輝くルチャブル。なるほど。これで輝くリザードンとかだったりするのかな？性能。ほい。マジか。輝く不思議花ですね。なるほど。これで3000円超えるのか、まあ、合計したら超えるのか。1000円の500円とかで計算してんのかな。ちょっと計算方法わかんないですけど、1万のオリパでこの組み合わせ結構辛いっすね。結構答えますね。なるほど、まあ、ちょっと気を取り直して2口目いきたいと思います。こっちでね、こっちで引ければ問題ないですから、別に。こっちでまあ引ければね、あの何の問題もないんで、行きたいと思います。まあ、こっちで貝とか引いて、まあ二口で2万円かかってるけど、貝1枚引けたら、まあちょうどいいよね、ぐらいな感じで、行きたいと思いますけれどもね。行きましょう。ってことは、他がノーマルだった方がいいのかなと思ったんですけど、めっちゃ反ってんだけどな、これ大丈夫かな。行きましょう。せーの、ほい。え？え？ちょっと待て。え？怖いんだけど。輝くルチャブルこれやってんな。マジっすか。輝く不思議花。輝くカメックス。え、もしかしてこれ輝くイーブイ？ほい。おまあ、きちー。
これきついっすね。まさかの輝く4枚セット、そして1万円2口買ったけど両方同じ組み合わせということで、全60口だけど当たり以外全部こんな感じなのかな。はい、ちょっとね、おまけという名の時間調整に使っているかもしれないんですけれども、僕のね、先日ストレージをちょっと漁ってまいりましたので、ちょっとねそちらの、カードをご紹介したいというふうに思っております。僕ね結構時間ちょっと空いたなーっていう時ね、近くの角所のですねストレージを眺めに行きまして、ストレージからカードを回収してくるっていうのがね、ちょっとまあ僕の楽しみでもあったりするんですけれども、そんな感じでね今回も実は行ってきたんですが、今回ねかなりいろんなものがありまして、ちょっとねすごく皆さんに紹介したい気分になりましたんで、ちょっといくつかカードを回収してきましたんで見ていただければというふうに思っております。ただね僕ちょっと昔のカードとかそんな詳しいわけじゃないので、ねちょっと説明コメント欄で皆さんが補足をしていただけるとありがたいなというふうに思ってますんで、まあ、ぜひねコメント欄でこのカード実はこういうカードなんだよみたいなのを補足していただけたらすごくありがたいなというふうに思っております。ということで言いましょう。まずこちらのポカブですね。光り方が異常というポカブでございますけれども、これめっちゃね可愛いなというふうに思ってまして、まあ、ちょっとねこれねポカブ好きな友人がいますので、会った時にでも渡してあげようかなと思っていたりしますということで、その他にもですね、まあねこの辺はねプロモですね。このプロモってここに書いてあるんですけれども、まあ、プロモ系のカードがあったんでちょっと回収してきましたと。空車のタマンタ、フワライド、フワライド、モーカザル、モーカザル、そしてバシャーマですね。このね、なんか、この絵のタッチの場所もかっこいいなと思ってね。そして闇カラス、レジロックですね。そしてハイパーボール。僕ね、このね、この時のシリーズのグッズが好きで、ハイパーボールとかスーパーボールとか、ポケモン入れ替えとか、このシリーズのね、よく使ってるので、これもなんかデッキ使いできるなと思って買ってきました。そしてナエトル、エビッパ、パチリス、ペリッパーのデルタ種ですね。デリとか言って噛んじゃった。はい。そしてエコアーム、これスタートダッシュキャンペーン2016で。そしてグラードンですね。これね、見たことないグラードンだったんですけど、見たらプロモだったんですよね。これなんだろうと思って。ちょっと顔、若干ね、ずんぐりむっくり感があるんですけど、個人的には僕好きだったんで、このグラードンもね。そして、レクザソウルリンクですね。これはね、かっこよかった。そして4枚あったということで、4枚でね、全部いっちゃいました。そして、プテラソウルリンクが2つの、そしてグズマですね。まあ、エクストラやる予定、今のところはないんですけれども、エクストラやりたいなった時に、やっぱグズマ使うことになるだろうと思って、グズマ、買ってきました。そして、ブイゼル、マスキッパ、フォレトス、ロータのマネネ、アゲハント、アチャモ、そしてちょっと逆になってんだ、これ。ロータのマニューラ、ラグラージ、ポッチャマ、そしてケンタロス、ポケモンワクワクサファリーってね、これなんてここ見たらですね、2005年になっていて、めちゃくちゃ昔やんって、すごいね、まあ、嬉しくなりました。そしてレジアイス、レジスチル、さっきのね、レジロックに加えてね、レジアイスとレジスチルもあったと。言うと、あとワニノコ、ピンプク、コータス、そして、カイオウガ、フーパのお出ましキャンペーンってやつのカイオウガですね。そして、すごい釣り竿。まあ、すごい釣り竿はね、今別にないんですけど、まあ、ちょっといつか使えるようになった時に、これ持ってたらかっこいいな、ちょっと2っぽいなっていう安易な理由で買ってきました。そして、さっきのエコアームですね。そして、レジロック。これはさっきありましたね。レジスチール。そして、ケルディオですね。これめっちゃ光り方かっこいいなと思って。超かっこよくないですか、これ。なかなかね、この何のカードかちょっといまいちわからないんですけれども、かっこいい光り方のケルディオということでやっぱ買ってきちゃったと。そしてグレッグル、ボーマンダソウルリンクがこれが2枚ですね。そしてパラレルシティ、これね、エクストラで使われていること多いみたいなんで、まあ、あと特裁民工船、ジラーチの、まあ、ジムプロモですね。これが2枚、マグマ団の下っ端、そしてこれがね、この、あれですね、ポケモンカードゲーム、バトルカーニバル2012ということで、満タンの薬、そしてバトルシティ、これはね、ミュウツーがえれえかっこいいということで、買いました。サイコドライブとヘイルブリザードのプロモ、そして EV のプロモですね。これなんか未開封が高いやつだったかなと思うんですけれども、まあ、これもストレージにあったと。で、あとは、フーディンのソウルリンクが4枚、そしてポケモンパンの豆パッド、そしてジムバッジが霞と榊のがあったと。で、あとポケモンパンのハリマロン、
ダークライ、そしてコイキングのね、いいカードがあったんですけど、これめっちゃイラスト可愛いなと思って。ここでね、ちょっと高みの見物している、ニョロゾがね、余計可愛いなと思って、ちょっとこれも買ってしまったと。そして、ロータのウソ8、ヤナップ。これホワイトコレクション、ブラックコレクションのなんかなんですね。ということで、まあ、こんな感じで、ストレージを漁ってきたわけなんですけども、なんと、1枚20円ということで、75枚買って、全部で1500円だったと。いうところなんで、これで1500円はかなり、幸福度高いし、ラッキーだったなというふうに思ってますんで、もうすごい今満足度高いわけでございます。はい。ということで、まぁ、こんな感じでね、ちょこちょこストレージを漁ってカードを回収して楽しむということをやってますんで、まあ、皆さんもね、よかったら近くのストレージ漁ってみて、自分好みのね、カードだったりとか、絵柄の素敵なカードね、出会ってみてはいかがかなというふうに思っております。僕はね、ストレージ漁った時にキックコいたらキックコも絶対回収するようにしているんですけれども、今回は出会わなかった。というところなんで、また次行った時に出会ったら回収していきたいと思います。ということで元の動画にどうぞ。でも回収ネットの UR 入ってたしな、僕の引きが単純に悪いだけでしょうか。はい、ということで本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録そして高評価で慰めていただけるとありがたいなというふうに思っております。おでんどんまいっていう方はね、ぜひ登録と高評価お願いいたします。コメント欄でね、まあ、元気出せよってコメントしてくれたら嬉しいなと思いますので、ぜひ、見てね、おうって思った方は、コメント欄、残していただけるとありがたいなというふうに思っております。ということで、本日もご視聴いただきありがとうございました。また次回の動画でお会いできればと思います。よろしければね、チャンネル登録、そして高評価でもいただけるとありがたいです。また次回の動画でお会いしましょう。ご視聴いただきありがとうございました。それでは、バイバイ。